はい、えー、今回ですね、えー、東北医科薬科大学2017年の2番の問題ですね。アーテリオスクリローシス、えー、動脈硬化という、えー、ものですね。典型的なですね、まああの、英語達人にとってもすごく難しい難易度が高い、えー、単語。でも医者なら英語がすごく不得意な医者でもこう誰でも知ってるね。ね、えー、そういう単語がたくさんありますね。例えば、圧が tenderness。これはもうよほどの 英語達人も知らない。でも医者だったら、まあ、ほぼほぼみ,みんな知っているという単語があってですね、まあ、そのうちの一つですね。ま,あ、まずあの語根に分けて、えー、ここにまず語根に分けて、えー、解説してみたいと思いますね。ねで、アーテリオこれが アーティリーですね。動脈っていう意味ですね。えー、動脈、ア、えーティリアですね。スクエロウスス。スクエロ,ロっていうのが硬いっていう意味なんですね。でスクエラっていう言葉があるんですけども、スクエラっていうのはね、この眼球の中の強膜、強い膜っていうね、ま、え、あ、ー、んいですね。 ののがあありますし、あのー、これは医学用語ではねしょっちゅう出てくるんですね。まあ、人硬化症ですね。Renal Sclerosis。Renal いうのが人造を表すこれ医学用語ですね。Renal Sclerosis。それから Multiple Sclerosis。多発性硬化症っていう、えー、これは疾患の名前ですね。で、似たような言葉で c ルロ r o s i s 肝甲変ですね。これ肝臓がカチカチに硬くなる病気なんですけどね。まあ、ちょっと五感は似てますのでね、えー。これもちょっと触れておきたいと思います。でそれでね、えーえー、なんとかオウシスというのが病的状態を表す設備語なんですね。例えば結局だとチューバーキュ l o スス s というのがありますし、白血球増でしょうね。白血球がすごく増えるとですね。で、流ーコサイトーシス。 ですね、リュウコっていうのが白っていう意味ですね。サイトっていうのが、これ細胞を表すんですけどね。いわゆるなんとか球、ね。日本語ではなんとか球。地球の球。球ですね。これ細胞を表します。でそれがこう病的な状態が増えるっていう意味ですね。リュウコサイトウス、白血球増多症。で、えー、また赤血球増多症うのエリトロサイトウス。エリトロっていうのが赤っていう意味ですねで。サイトっていうのが先ほど言いましたように、このお細胞を表す球。日本語では。 こう医学用語では球、地球のでを表しますね。で、それのこう病的状態、オ s u s で、エリトロサイト OSUS ですね。で他にこう、病的状態を表す設備語としては、他に IA なんとか IA というのがあるんですよね。例えば、後で出てくる Hyperlipidemia というのがあります。Hyper というのがこうたくさんあるね。高い、濃度が高いということで。 で、リピディミア、リピッドっていうのが脂肪ですね。で、イーミアとか、なんとか、イアっていうかね。で、それから、アニーミアっていうのがありますよね。この,あの貧血、ねえーあります。で、それから、過食症ね、たくさん食べてしまう、そういう病的状態のことを、ブリーミアって言いますし、逆に食欲不振はアノレクシアって言いますね。いわゆるこの拒食症っていうのは、 アノレクシア・ヌルヴォーサー。ヌーヴっていうのが神経ですよね。これラテン語だからこう形容詞が後に行くんですね。アノレクシア・ n e ヴォーサ a 神経性の神経から来る食欲不振ね。虚食症。アノレクシア・ n e ヴォーサ a ですね。アテリオスクレオ s ですね。まあ、ご根的に説明しました。で、この動面効果ですよね。これがいわゆるこう血管が硬くなってね。 あの内腔が,内空がねこう狭まるんですよね。これをこ詰まっちゃうと血流がいかないということで心筋梗塞、あるいはこう脳梗塞、心臓の血管に起これば、肝血管というんですけれども、これが起これば心筋梗塞、その先の血流がいかなくなるので、その血流がいかなくなった先の心臓の細胞、心筋が死んでしまうんですよね。 で、心筋梗塞で脳に起これば、脳の動脈が起これば、脳の血流が途絶えて、その先の脳細胞が死んでしまいますこれは脳梗塞とてどちらにもこう命にかかるような病態ですよね。で、これを、この動脈硬化を招くようなリスクファクターがあってですね、それはですね、高血圧とかね、腰血症、喫煙、肥満。 糖尿病、あとはストレスとかあるんですよね。でえー、これ英語もね、必ずこうもう覚えておくべき単語になるね、えー、まあこれ一般の英語として出て、大学に一緒でも覚えておくべきですが、まあ、医学部を受ける方はね、これはもう覚えておかなくてはいけないですね。で高血圧、まずいきますけど、ハイプルテンションですね。ハイプルテンションは先高いというんですね、えー、テンションと、ねえー、いうのはこう緊張とか。 ですね、あの血管がこう緊張している状態ということで、高血圧症、あるいは高血圧ですね、ハイプルチェンションですね。高脂血症というのが、さっき言いましたように、ハイプロリピディミアル、ね。脂肪にもいろいろあってね、ね中性脂肪とコレステロールというのがあるんですよね。でコレステロールにも悪玉コレステロールというですねこれが悪玉コレステロールが高い状態、あるいは善玉コレステロール、ね、これ HDL って言いますけども、えー これが低い状態ね、まあ。いろいろありますね。これまとめて最近のは脂質異常症って言ってますね。で、これはディスリピディミアって言いますね。で、最近の言い方は脂質異常症って言いますね。それまとめて言う言い方ですね。だから、こう、喫煙っていうのがスモーキングですね。で、肥満とっていうのはオブシティ。で、糖尿病。まあね、ヒマンっていうのはなぜお、あの、 リスククファクターになるかってねね体重が大きいです、ね、心臓も頑張って仕事しないといけないでしょだからもう常に常にこう血液を白出しているとずっと血管っていうのがねずっともう高い圧力をさらされてるわけですよそしたらまあね長期的に見たらあのそれはまあ血管をの壁を弱,弱らせるっていうことですねで肥満がリスクファクターだから糖尿病も、えー、血管の壁が 痛みボ、ね、ボロボロになるっていう,うです、ね、これは英語で言うと Diabetes Melitus. あるいは Diabetes m e テ i t u s 2つ言い方があってネイ、えー、ティブね両方使いますね。えー、これは、まあ、覚えておいた方が 覚えておい,たらいいと思います医学部受験英語専門塾ブレイブの公式 LINE を用意していますその LINE を友達登録してくださった方には特典としてどんな英語の質問にも全員に無理なく個別にしっかり答えます英語で悩んでいる点について個別具体的にアドバイスします今なら上田式英語勉強法のノウハウ集を全員にプレゼントしますこの動画の概要欄にあるリンク先かもしくは動画内の QR コードまたは LINEID からご登録ください皆さんのご登録をお待ちしております